ライクラスローは、ハンガリーの共産党員、政治家、内務大臣。共産党の権力強化に重要な役割を果たしたが、共産党内の権力闘争の他に、国内を基盤にした共産党員 US ターリンを背景にしたラーコ氏に反対したために、結局はラーコ氏の見せしめ裁判の犠牲者となった。1947年の命令にて、 左端からラーコシサカシチライクオーストリアハンガリー、帝国統治下のトランシルバニアで靴職人の息子として生まれる。エトベシュロランド大学に進学すると間もなく、非合法化のハンガリー共産党に加入、共産主義活動から大学から退学処分を受けると建設作業員となりながら、彼らを労働組合へと組織した。1936年にプラハイと脱出し、 翌年に、スペイン内戦へ参加して、政治委員となるが、敗戦に伴い、フランスへ出国して抑留される。1941年に、ハンガリーに帰国して、地下活動中の共産党中央委員になるが、1944年12月に、野獣児党の特殊部隊に逮捕された。処刑されることになり、当時は、ドイツ領だった、ショップロン系飛騨刑務所に移送されたが、 実刑で、野獣児党副書記長だったエンドレの取りなしで、減刑され、5月13日に釈放された。ライクラースローはハンガリーに戻り政党政治に参加し、共産党指導部と臨時議会に加わった。1946年3月20日、内務大臣に任命された。ここで、共産党の支配部隊と、ハンガリー国家警察国家保衛部を組織し、直接指示を下した。 ファシズムと反動に対する闘争と、プロレタリア権力の防衛で、宗教団体、国民的組織、民主組織、独立組織を禁止し解散させ、最初の見せしめの裁判を行った。1948年8月5日から1949年5月20日まで、内務大臣から外務大臣に移動した。ラーコ氏はライクを自分の権力の脅威になると見ていて、 偽りの告発を行うことにし、1949年に逮捕した。ライクは前々から共産党員に人気があったが、間もなく地頭、ホルティそして帝国主義者の飼い犬とのお名を着せられることになった。ライクラスローは地頭のスパイであり、西側の帝国主義の大使であり、資本主義復活を目論むやからであり、 ハンガリーの独立を危うくする輩として起訴された。週刊中に、ライクラスローは、拷問を受け、告発されていることに対する責任を取れば、釈放すると約束された。1949年9月、告発されていたすべてを自白した。自白後約束に反して、共に起訴された18人に、最も重い刑を求めることが決定された。ライクラスローは、 スターリンの反地頭の粛清の始まりの例となることになった。ライク・ラース・ローは18人と共に死刑判決を受け、裁判は1952年にチェコスロバキアでルドルフ・スラーンスキーらの粛清裁判まで東欧での連鎖を引き起こすことになるものであった。ライクの墓ラーコシ裁判は、スターリンが反地頭主義へと突き進み始める出発点となった。彼の裁判はまた、 ハンガリーにおけるすべての政治政党が排除され始める出発点でもあった。しかしこの粛清で国家経済が資本流入の乏しい悲惨な状況に追い込まれることになった。また非常に多くの知識人が自分の能力が活かせない単純労働者となった。その結果は不十分なインフラと品質の悪い商品であった。政府は国中に十分すぎるほどのスパイを放ち、 経済を支える製造業には十分に配置しなかった。ラーコ氏の支配に対する不満が表面化し始め、1956年3月28日に大規模なデモが行われた後、ライクは名誉を回復した。復活演説でその後の粛清の言い訳に使われることになる。その時人々はラーコ氏に対してもう信頼は置けないと公言し始めた。 ライクラースローは他に粛清で命を落とした人々と共に1956年10月6日に再び葬儀が行われた。ライク裁判がここに来て効果を表したのは1940年代後半から50年代前半の行動によるものでしかない。ラーコ氏の統治に対する脅威ゆえに今も多くの犠牲者の使命が分かっていない。ありがとうございます。